天心愛声や愛声とは、中国の伝統的な和芸の一つ。和術や芸で客を笑わせる芸能である。日本の予選芸に例えると、単口や愛声は落語に形態が類似しており、体口や愛声は二人での漫才に相当する。中国の、折衝曲芸のジャンルの一つである。愛語への起源は、不明な点が多いが、一説によると語源は、造成として、民進時代から、 盛り場や左官などで客を笑わせる和芸として演じられていた。文字文献に名前が記録されている最古の愛イゴ芸人は19世紀半ば頃に活躍した蝶三六という人物だが、生没年も含めて彼の詳細な経歴は不明である。中国の愛イゴの芸人はこの蝶三六を初代の祖師として代々師匠の関係を重んじてきた。 中国のプロの愛声芸人の多くは、超三六から数えて、大 X 代愛語演員というくくりで分類される。2012年現在、活躍中の愛語演芸人の最も若い世代は、第10代愛語演員である。日本の漫才と同様、面白い話をして、客を笑わせるのが、基本的内容である。形式やジャンルにより、一家のように分類する場合がある。ありがとうございます。